改札プラットフォーム、門間南駅は、大阪府門間市三津島三丁目にある、大阪市高速電気軌動長堀鶴見緑地線の終着駅。駅番号は N27。大阪メトロの駅の中では、最東に位置する。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札口は、京橋寄りの一箇所のみ。当駅は、ドーム前、千代崎管区駅に所属しており、 横包み駅が管轄している。対象駅とは違い、当駅は到着後直接、対象方面に折り返すため、一番乗り場到着列車については、長堀鶴見緑地線の駅では唯一、左側の扉が開きますのアナウンスがある。地上で駐輪場やバスターミナルに通じており、大阪式バスのほか、京阪バスの運転免許試験場前、 門ド駅方面などへの路線が発着している。京橋鶴見緑地間の各駅では花をモチーフにした内装が施されており、当駅のデザインテーマはクスノキである。これは当駅近くの三島神社にある天然記念物のカオルガイクスノキというクスノキにちなんでいる。駅のホームはコンコースにあるモダンなクスノキの壁画や天井部分に幾重にも縁取られた。 楕円状のダンサー、また改札口を入ったところの床にはめられたクスの木の年輪を模した包囲タイルなどがデザインされている。なお、ステーションカラーはエメラルドグリーン。2020年11月10日の1日、乗降人員は9788人である。最寄りの停留所は地下鉄門間南停留所。2018年現在、以下の路線を 大阪式バスと京阪バスが運行する。ありがとうございます。